皆さんおはようございます。5月22日土曜日、今日もちょっとどんより曇っとるような晴れとるような、広島です。今日はいい天気になる言うとりました。このチャンネルはですね、広島市の葬儀、広島市近郊、近郊いう言い方は、結構曖昧になるでしょうが、うちの依頼の多い、府中町とか海田町の方、そして廿日市の方もそうですが、そういった方に、参考になるように、広島葬儀の話をしております。そういうチャンネルですので、この秋葬祭 YouTube チャンネル、どうぞよろしくお願いします。今日の話はですね、実は昨日ちょっと、うちの家の方にですね、スズメバチが巣を作っとったんですね。で、その時にこれどうしたもんじゃろうか思ったんです。まだ小さいね、巣じゃったんですが、これはすぐネットで調べたんですね、スズメバチの巣で。その時に除去してくれる、もし何もないようだけど、もし仕事がかまよって大きな女王蜂みたいなのが出てきたら、これは大事になるのを言う、全くそういうことが無知なもんですから、ネットでいろいろこう検索しました、携帯の。でその時に駆除してくれる業者ってどれぐらいあるんじゃろうか言うてネットで調べたんですね。何社か出てきたんですが、その時にふっと我返ったんです。待てよ、ってこれ葬儀をもしどうしようか思った時に、多くの人がやっぱり携帯とかスマホですね、でこれで検索されとるというのはある程度把握はできとるんですが、これ全く葬儀のことがわからん時に、多くの人が葬儀を探す言ったら、スマホかなんかでこう探される過程の中で、どういうように業者を選択してんかのいう一瞬心理状態がですね、というのがスミバーチの駆除をですねする業者が、結局私の中でどこにしていいかわからなかったんです。いろんなネットでね、どういうんですか、どれぐらいの巣の大きさですかとかいう、その大きさなんかで最終的に料金が業者によってまちまちなんですね。中には8000円からとか、1万2000円の消費税とかですね、いろんな業者によって値段が違ったんです。まさしくこれ葬式と一緒じゃの思ったんですね。葬式も例えば30万からとか、直葬8万円からとかですね、からえてつくと、やっぱりこれちょっと不審じゃの思う、不審か不審感を抱くのと、なんとなく自分がそういう緊急事態で物を探さねえけんと、すぐ頭に浮かんだのが、知り合いに誰かおらんかの言うてこう頭よぎったんですね。でよぎった時に、スズメバチを駆除してくれるのはさすがにちょっとわしの知り合いにおらんのと思ってですね、そうなるとやっぱりネットになるんですね。で最終的にこれ結局どうするか言うたら、今日ちょっと知り合いにちょっとやっぱり電話してみよう思ってですね、一つはネットで探す言うたらすごい不安じゃな思ったんです。ということはですね、うちなんか葬儀業者をどうしようか言うて思われてる方が、もしこのチャンネルを見とられた時に、大丈夫かなこの業者って、ある意味思うていかんと、こういうふうに顔を出してやっておりますけど、この業者信用できるんじゃろうかということなんですね。だからやっぱり葬儀言うとほんまどうしていいかわからん。昨日のお宅の方も、電話かかってきたとき言われたんです。もうもう本当急じゃったもんですから、どうしていいかわからんと。で以前お宅にお世話になったと、で場所も言われたんです、20年前だと言われたんです。20年前でここでが間違いないのと、これであの時にお世話になってもお宅しか頼れるとかないんですいうような感じで電話で言われたんです。その後スズメバチの件があったもんですから、そのこともリンクして、葬儀業者を選ぶ時の心理状態、やっぱり以前お世話になったとこへ、よっぽどどういうんですか、お客さんが不満を持たれん限りはやっぱりそこへお電話される、この心理も弱かったです。全く知らんとこ言うのはすごい勇気いるだろうもんです。以前ですね、こういうこともあったんです。もう2年3年前ですね、うちが府中町におった時ですから、やはりかなり前にですね、私記憶のあったお宅だったんです。でその時は最初ご主人が亡くなられて、今回はその時のお母さんが具合が悪いと、で私ちょうど覚えとったんです、そのお宅を。そしたらうちをお宅でやってもらいたいんじゃけども、一応金額をネットで業者で、いろんな業者をね見とるんじゃと、でお宅じゃったらこのぐらいの人数でここでやろうと思うんじゃけど、どのぐらいかかるじゃろうかと見積もりを出してくれって言われたんです。で最終的に、その方から
実はお断りの電話が入ったんですね。本当はお宅でやってもらいたかったんじゃけども、ちょっと金額でお宅より5万円ほど安いところがあったと言われたんです。で、ある意味ですね、これに関してはもうね、もうそういうふうにはっきりお断りに電話があったわけですから、仕方ないなというふうにもう割り切るしかなかったんで、その5万円をね、じゃあうちの方が安しますというのはやっぱりさすがに言えんかったですね。というのが何のための見積もりかわからないのあるんですね。そこでたまにお客さんによっては、よその業者こうなんじゃけど、あんた方もうちょっとこうできんか言うたらですね、もう言うんです、はっきり申し訳ないけど、それ同じような金額にしよう思うたらですね、例えば最大の金額今こうでしょうって、ここから5万円引くしかうちはないです。そうすると5万円ほどどうしても祭壇は変わってきますよと、そういうふうに言わせてもらうんですね。でないと何のために見積もりしとるかわからないになるんです。やっぱりうちの会社はうちの会社で決めた金額というのがあります。やっぱりそういう中でですね、ね、お客さんが言うたら安してくれたでと言うんじゃったら何のための見積もりかわからんのとやっぱ思うんですね。ということで話がちょっとよくいきましたが、そういうふうにですね、スズメバチの巣を見つけた時に私の心理状態がやっぱ思うたんですけど、わからんかったらネットで探す、しかしネットで探すけど果たしてどの業者が信用できるんじゃろうか、これはですね、実言うとホームページじゃ解決できんかったです。そこらあたりも踏まえてですね、私はまだまだ他にもやらねえけんことが、今のこのコロナの時代でね、だいぶ状況変わってきました、葬儀も。でもそういう中でですね、やっぱり最後はお客さんと話をして、ご当家の方と事前に話して、やっぱりこちらが、ホームページにも当然入れとりますけど、この YouTube でも話しとるかも分かりませんがね、やっぱり直接話して、実はこうじゃないですか、やっぱりメールではそういうことは分からんこともあります。しかしながら今の時代が時代ですから、やはりいろんなものを使ってやっぱりこっちも受け入れる体制は整えとかねえけんし、そういう中で、なかなかネットで探すのは大変じゃのと、ある意味葬儀をね、葬儀者を決めるそのご当家の人、今からどうしようか思った時に、本当どういうかな、インターネット全盛の時代で言うてもですね、なかなか、最後は決めきれんというもんがあるんじゃなかろうかなということを感じた次第であります。また概要欄の方にもですね、一部うちの公式サイトとか、そういう葬儀に関すること、載せております。そちらの方もご覧になっていただいて、もしよろしければチャンネル登録、やっと100名に到達しました。ありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。以上でございます。